関林長は中華民国の軍人。候補軍艦学校第1期卒業生である国民革命軍の軍人で日中戦争では日本軍からもその能力を高く評価された。救命は指示、字は雨東。農民の家庭に生まれる。当初は学問の道を歩み成績も優秀だったが家庭が貧困であったために中途で断念し、先生省の軍に加入した。 1924年、先生省出身の中国国民党幹部である海人が上海で候補軍艦学校の学生を募集していると聞き、官林庁は上海へ向かい入学試験に応じた。席は合格して同校第一期生となり、成績優秀ゆえに総教官何用金から目をかけられている。同年末に官林庁は候補軍艦学校を卒業し、 共同第一弾に、小位配長として加入する。翌1925年2月、陳慶明討伐に従軍し、関は最前線で優先したが、この時に左膝に被弾し、療養を余儀なくされた。回復後、関は再び、候補軍艦学校に戻って、学生隊隊長などを務め、さらに軍事知識、技術の修練に努めている。またこの間に、 人生らと尊文主義学会を発起した。1926年7月より、関林長は国民革命軍の北伐二英長として従軍する。その後、軍港を次々と挙げて急速に昇進し、北伐終了時点で早くも第3 2にた町長に昇進した。そして1929年5月には、新編第5支副市長に任ぜられている。この時まだ、 24歳の若さであった。1930年5月、中原大戦において、関林町とその部隊は、第二共同士第一団として再編され、関が団長となった。関は、河南省東部で、繁省解析軍を相手に、貨幣で優先し、将軍の勝利に貢献した。この軍港により、第二度々町となる。間もなく、石友さんが、 半生クレターを起こすと、関は第四市、第十一旅旅長として、鎮圧に加わり、ここでも、敵軍殲滅に貢献した。1932年からは、第四市独立旅旅長として、学予感革命根拠地の公軍討伐に従事している。同年末、第十七軍、第二十五市市長に昇進した。百三十三年三月の頂上戦役では、 韓林町も古北口に向かい、日本軍と激戦を繰り広げたが、負傷し抗争されたため、第25市、第73旅び町の森一名が副市長として、指揮を代行。5月に、ン空協定が結ばれ、中国軍が一定地域からの撤退を余儀なくされた際には、関はこれに激しく反発し、何冒金の説得で、ようやく撤退を承諾している。 その後、山西省へ移動し、1936年には、総比軍第11渋滞司令官に任せられ、先西省、官縮省方面に向かった。日中戦争が勃発すると、官林庁は、第52軍軍庁に任せられ、兵官時期多段で、日本軍を迎撃することになる。9月の固定戦役等で、日本軍相手に激戦を繰り広げた。 そして1938年3月、大次総戦役に参戦して、日本軍に大打撃を与え、この軍港により席は、第32軍団軍団長に昇進している。なお、席の指揮を目の当たりにした日本軍の第5師団師団長、板垣聖志郎は、官林町長率いる1個軍は、波の中国軍10個軍に相当すると共担したと言う。その後、関林長は、 第15集団軍副総司令に昇進し、1939年9月から10月の第一次調査会戦でも日本軍撃退に大いに貢献した。この際の軍港により、関は第15集団軍総司令に正式に就任した。この時、関はまだ34歳の若さであり、候補軍艦学校卒業生としては初の集団軍総司令である。 1940年からは、雲南省に移駐し、また、軍の番号も、第9集団軍と改められ、そのまま関が総司令を務めた。1944年、第一方面軍副司令官に昇進し、国民党においても、第六期中央執行委員に選出されている。以上のように、格格たる部軍で昇進した官林長だったが、その一方で、 国民革命軍内での権力闘争にも巻き込まれることになる。特に何王金派と鎮政派との争いでは、関は何派につき、陳から度々人事で政治を受けることになった。日中戦争後に関は、東北九州保安司令長官に任ぜられ、東北に向かう予定であったのが、陳の横槍で取り消しとなり、雲南警備司令に留め置かれてしまったことが、その一例である。 さらに1945年12月には、昆明で12.1部誤案が発生し、席はその責任を取らされて、停職処分を受けてしまった。1946年7月、管理員長は、生徒へ移り、陸軍軍官学校教育長に任ぜられる。翌年10月に、紹介席が校長から離れると、席が校長に昇進した。 関のこの時の学校運営は堅実で評価が高い。1948年8月、関は陸軍副総司令に任せられ、さらに翌年3月に何用金が行政委員長になったことに伴い、関は陸軍総司令に就任している。しかし、この時点ではもはや国境内戦は中国共産党の圧倒的優勢の状況にあり、もはや関の指揮でも、 形成挽回の余地はなかった。同年5月、何冒金の行政委員長辞任を受けて、官員長も陸軍総司令を辞任し、これにより軍人を引退することになる。以後は香港に居住し、政治活動には一切関わらなかった。1975年の蒋介石の死に際し、総令参加のため台湾へは一度赴いたが、 台湾での政界復帰の進めはすべて謝絶し、香港に戻っている。1980年8月1日、心臓病により、香港で死去。去年76。ありがとうございます。